のおとねちゃんです。さて本日はですね、ザラの購入品をご紹介したいと思います。それでは閲覧ザラ。さてさて皆様、本日はザラの購入品をご紹介したいんですけど、この間インスタで買ってみてほしいブランドをインスタストーリーで聞いたところ、ザラが圧倒的に多かったんよ。私ね、ザラね、春服が一番好きやから、春とかはよく見に行ってたんやけど、そういえばね、冬の季節全然見に行ってないなと思って久しぶりにお買い物しました。でもね、ザラね、ちょっと単価がさ高いやんか。だからね、まあ簡単にはね、こういつもみたいにこうプチプラ大量っていう感じではないんですけど、でもほんまにめっちゃ使えるっていうか着回せるお洋服たちなので、まあよかったらね、ちょっと参考にしてみておくれい。今回も着ていきながらお見せしていきたいと思います。じゃあまず1つ目、こんな感じのレザーのスカートを買いました。こちらのお値段は5990円でした。もうこんな感じ、がっつりレザーのプリーツスカートで、色は今年流行ってるオレンジっていうかレンガ色みたいな感じのスカートでございます。ちなみに中はこんな感じの色です。生地もすごくしっかりしてるので、これはねいいよマジで。で、私ねいつもボトムス M サイズ買うんですけど、今回ねちょっと XS を買いました。かなり小さめサイズを買いました。で、 M やと多分大きい感じがするので、もしネットとかで買われる方いらっしゃったら、ちょっとワンサイズ下げた方がいいかもしれないです。うん、よいしょ。スカートこんな感じでございます。どうでしょう、可愛くないこのスカート。丈ね割と長めやね。こんな感じでございます。157.8センチ、しかも XS サイズで結構長め。いや、このスカートねマジで履きやすい、ほんまに履きやすいわ。ちょっとゆったりしております。絶対みんなもうワンサイズ、いやなんなら2サイズぐらい、2サイズ2つ落としてきてもいいかも。私だって2つ落としてきてるからさ。ザラのねボトムスのサイズ感難しいよね。私大体 GU とかユニクロとかは本当に M サイズ買うんですけど、今回 XS でも全然ぴったりぐらいなので、ちょっとね大きいかもしれないね。みんなも結構なんか色味もブラウン系やから、まあ白だったりとか黒も合わせられるし、本当に万能スカートだと思います。昨日タイツと合わせてみたんですけど、静電気とかもそんなかかなかったので、こうね張り付く感じもないと思います。はい、じゃあお次2着目、こちらです。こちらはコーデュロイの生地のシャツを買いました。これのお値段が3990円でした。これもね私 XS を買いました。ただね結構大きいから、ほら XS でもさめっちゃ大きくない。で、私はまあアウトでも着ようかなって思ったんですけど、まあこういうシャツ基本的にインして着たいので、小さサイズを選びました。ピンクと迷ったんですけど、私はねよく使えるようなアイボリーにしました。はい、シャツ着てみるとこんな感じです。どうでしょう、可愛いよね、いい感じよね。ここにねポケットがついてて、腕広げると割とこの辺もゆったりしております。袖もねぴったりでございますね。丈はね XS で、まあこんな感じです。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じでございます。 XS でさ、お尻まで隠れてるから、こうやって前だけインしても後ろお尻隠れてるからいいかもね。こういうシャツってさ結局何でも合わせやすいやん。まあデニムやったりとか、こういうささっきのスカートとかも合わせやすいやん。この格好めっちゃ好きなんですけど、これにさベレー帽かぶったらマジでめっちゃ可愛いと思う。このもう超万能シャツでございました。次はねブラウスなんですけど、もうね本当に私と同じ趣味の子はもう絶対好きやと思います。こちらでーす。かわいないかい、これはね3990円でした。これはね S を選びました。これ、ね、首元はこんな感じでスタンドカラーになってて、でねこの下のところにこんな感じでちょっとフリルがついております。かわいくない。でね、ここのボタン止めるところにもこんな感じでフリルがついてあって、丈はね短めなので、ボトムスによっちゃ多分もしかしたら別にインしなくても大サイズで着れるかもしれないです。はい、ブラウス着てみるとこんな感じでございます。めっちゃ可愛いわ。これねわかるかな、肩がここが不安ってちょっとなってるので、あんまりこれね大きいサイズで着るより結構ちっちゃめとかぴったりめで着る方がいい気がします。じゃないと大きめで着ちゃうと多分すごい肩がマジガンダムみたいになるから、絶対みんなねちょっとワンサイズちっちゃいぐらいの方がいいと思います。アウトで着ても良さそうやね。こんな感じ、丈結構短めですね。後ろから見るとこんな感じでございます。どうでしょう、なんかねこういうスカート
と合わせるとラブリーというか、まあガーリーな感じでも着れると思うんですけど、私ねこのブラウスデニムと合わせたくて実は買ったんよね。これにさカチューシャつけて靴はバレーシューズで合わせるのが可愛いと思う。なんかちょっとロンドンガールっぽくていいと思います。こういうさちょっと可愛い感じ、まあ甘めなブラウスって意外とデニムとの相性が良くて、これやと可愛すぎるかなって思わず着こなせるからいいと思う。個人的にはね濃いデニムの方をおすすめします。はい、こちらのねデニムで合わせてみました。はい、じゃあ最後でございます。最後はこちらでございます。はい、痛い。こちらはチェックのマフラーでございます。無地のものは結構持ってるんやけど柄物って確か持ってないなと思ったので今回買ってみました。こんな感じ、結構ね大きいよマジで。ブランケットにもなるような感じのマフラーでございます。こんな感じでフリンジがついております。こっちもこんな感じね。今季買ったコートが結構無地のものなのでこういうマフラーをしてあげるとシンプルな格好でもアウターを締めてても可愛いんじゃないかなと思います。生地も完全に分かるかな、冬素材の生地なのであったかいわ。これはやっぱりねマフラーはね大きい方がいいよ。私ね細いマフラーあんまり好きじゃないからこれぐらいの厚みとなんか長さと、まあ、幅があるマフラーが好きなので今回こちらを選びました。はい、ってことですね、いかがだったでしょうか。これが私のザラの購入品でした。いや今回ね、まあ、たくさんはねちょっとご紹介できなかったんですけど、ほんまに大満足のお買い物でございます。個人的にはねこのブラウスは絶対私と同じ趣味の方は好きやと思う。もうめっちゃ可愛いよね。ぜひねこの週末のお買い物の参考になればなと思います。はい、ってことで今日の動画も見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、ウェアもやってるのでよかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。